私をへこませる一言。福岡県北九州市ひーさんの私をへこませる一言。かな、おばあちゃんが今度ごちそうしてくれるって。やったー。義理の母が遊びに来た時、何がいいか迷ってるのよ。あの子好き嫌い全然ないんですよ。あら、そうなの。かなちゃん、ママの料理で何が一番好きと聞かれ、ゆで卵と娘が答えたこと。愛知県名古屋市共済家さんの私をへこませる一言。髪の毛が後退してしまった私は家族からの、お父さんまたハゲが広がってるよ。そんなことより勉強に励みなさい。ハゲだけに。薄毛に対するいじりには慣れているが、おい、なんで起こしてくれなかったんだよ。何回も起こしたわよ。妻と夫婦喧嘩をした時、遅刻しちゃうじゃないか。遅刻したらお前のせいだからな。はぁ、あ、何言ってんの。汚いハゲ方しやがってと言われたこと。ということで、私をへこませる一言。